はいこんにちは今日のタイトルは 誰がファウチに賞を演じさせたのか。ロバート・ケネティ・ジュニアを検閲し、メディアから追放した米国政府。安倍政権が捏造した緊急事態。デイビッド・アイクの演説紹介というタイトルでお話したいと思っています。今日はロバート・ケネティ・ジュニア氏やデイビッド・アイク氏のことに触れながら私の考えを整理したいと思っています。フー・レッド・ファウチ・ランザー誰がファウチに賞を演じさせたのかという動画を見て私は以下のような要約をツイートしました。二大正党制に終止法。ソーシャルディスタンスは科学 的根拠なしと極悪ファウチ認める。有害マスクも感染を防がず不要。ファウチの言った嘘のワクチン効果をトランプもバイデンも沈黙し、国民に押し付けた。学校、教会、ビジネス、経済を破壊。死者率もアメリカが世界一。ロバート・ケネディ・ユージニア氏は常に科学的証拠を提示し続けたが、政府もメディアも検閲し、ロバート・ケネディ・ジュニアを陰謀論扱いした。 というツイートをしました。この、ロバート・ケネディ・ジュニア氏の YouTube の動画の下には、COVID-19 に関する最新の情報は、厚労省ホームページをご参照くださいと、未だに表示されていますが、これは検閲であり、言論統制であると思います。しかも、この厚労省は、利用規定、利用規約で、嘘を言っても一切責任を取らないと明示しています。しかし、故意または重過失であれば責任を取るというふうに書いています。そのような記載があろうがなかろうが、故意でやっている犯罪ですので、必ずや、 の責任を取らせるべきだと思います。ロバート・ケネディ・ジュニア氏の YouTube の補足では以下のような文言が書かれています。ファウチは公式に彼がパンデミック中に主張したさまざまな問題に対する誤りを認めた。彼が科学的根拠をもってファウチが、えー、あ え、ロバート・ケネディ・ジュニアが科学的根拠を持って、ファウチがパンデミック中にいかに世論をミスリードしているかを警告したとき、政府の役人やメディアは、ロバート・ケネディ・ジュニアを陰謀論者とブランディングした。彼らは厳しく私を、ロバート・ケネディ・ジュニアを検閲し、メインストリームメディアからも、ソーシャルメディアからも彼を追放した。一方で、トランプもバイデンも、共和党も、民主党も、重要な国家の役割をファウチに手渡した。次にパンデミックが起こったときや、困難が起こったときに、誰が力 らを持つべきか我々ウイザピープォか全てを誤った方向に動かす二大政党か今こそ新しい道を築くべき時であるというふうに記載されていますこのウイザピープォというのは先日紹介しましたようにロバートケンディジュニア氏を大統領選の投票用紙に名前を書かせるためにウイザピープォという政党を便宜的に作ると言っていたその表明でありますここで言うフーランザショウのショウとはそのままショーと言ってもいいと思いますし えー、演劇と言ってもいいと思いますし、私がいつも言って、使っているコロナ茶番という言葉を使ってもいいと思います。日本で言えば、おみしげる賞であり、デマタロウ演劇であり、安倍菅岸田コロナ茶番でした。ここで日本の緊急事態宣言を振り返りたいと思いますので、NHK ニュースの記事を5秒、えー 短縮して読み上げたいいと思います。緊急事態宣言は2020年3月13日に成立した新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく措置です。全国的かつ緊急、緊えー 急速な蔓延により国民生活や経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある場合に総理大臣が宣言を行い緊急的な措置を取る期間や区域を指定。安倍総理大臣は2020年4月7日に東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都道府県に緊急事態宣言を行い4月16日に対象を全国に拡大。このうち当初から宣言の対象にしていた7都道府県に北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都の6都道府県 都道府県を加えた13の都道府県を、えー、特に重点的に感染,防止感染拡大防止の取り組みを進めていく必要があるとして特定警戒都道府県と位置づけましたそして5月14日に北海道、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、京都 兵庫の8つの都道府県を除く39県で緊急事態宣言を解除することを決定。5月21日には大阪、京都、兵庫の3府県について緊急事態宣言を解除することを決定。緊急事態宣言は東京、神奈川、埼玉、千葉、北海道の5都道府県で継続。5月25日には首都,、えー、首都圏1都3県と北海道の緊急事態宣言を解除。およそ1か月半ぶりに全国で解除。 というふうに書かれているんですが、緊急事態宣言が最初に出されたのは、 冬が終わった4月7日でした。その時点でも現在でも病原体も特定されていません。イカマ PCR による検査数を増やすことで熱増したのが安倍政権による緊急事態宣言、自作自演演劇賞でした。吉本新喜劇のようなものです。これは完全に茶番を熱増する行為でした。例年、インフルエンザは1月と2月を頂点に発生し、3月には収束しています。安倍は風邪の 風の季節が終わって緊急事態を捏造したのです。とんでもない犯罪です。危険があれば電車を止め、えー、我が身大事の老人クラブ的な国会は閉鎖されるはずですが、彼らは密な国会で小さなアウェのマスクをして、えー、国会を,を運営していました。まさに喜劇症です。私は憲法が私分化しているので国民の総意として独立宣言を出しましょうということと、えー、売国、 え、この、主権者命令というのを出す案を出していますが、一つ一つのこの問題を解決するのは難しいので、私文化されている憲法の代わりに公益保護法というのを作る提案をしています。それから、もう一つ考えたのは、売国法案一括廃止法というものを、 すればどうかとそうすれば長期安倍政権時代に作られた数々の売国法案を一つ一つ廃案にする法案を作るのではなく一括で廃止するという法案を作ってしまえばいいのではないかと思ったわけですそれらの悪法が施行される前の状態に戻すという法案ですさてここでロバート・ケネディ・ジュニア氏の別の動画ではヘルプミーストップ p w h o トリーティということで WHO が乗っ取られていることが指摘されかつてなかった権限を WHO に与える トリーティーであると指摘されていますそしてパンデミックがなくても WHO がパンデミックと宣言するだけでパンデミックを作り出せるという警鐘を鳴らしています人々が力を持っているうちにこれらの悪意を封じ込めればならないという風にえケネディは指摘していますし私もそのように考えていますえさてここで高橋清隆さんから以前から教えていただいていたデイビッドアイクの書籍を読み始めたので紹介したいと思うんですが一つは The Answer という ものでそののででそジアンサー第4巻ですもう一つはこの「大いなる秘密」「レプテリアン」という本です。どちらかというとこの「大いなる秘密」の方の方が訳し方日本語の使われ方が非常にい,い 読みやすいので、こっちの方を先に読み終わるんではないかと思っているんですね。えそして、2020年8月29日のデイビッド・アイクの演説を動画のリンクに貼りますので、これも雰囲気を味わっていただきたいと思います。こちらは清高さんが日本語訳をつけてくださっているので見ていただきたいんですが、日本よりも厳しいロックダウンなどが強いられた国々では、このように何万人もの人々が集結して、えー でででも行ったとといいううことが重要ではないでしょうか日本は厳しいロックダウンがなかったために厳しい抵抗をするための集会をする必要がなかったのかもしれません。しかし逆に言うと日本は厳しい制限をしなくても皆がすんなりということを聞いたとも言えます。私は2020年も21年も22年もずっと実家に帰り続けていましたが、えー、何年目かの帰郷というようなキャッチフレーズが言われた時期もありました。そのような馬鹿なことを世間では言っていたわけです。 ただに街中では、街中では、半数程度の人がマスクをしています。ファウチがマスクがないと認めている現在においていてもです。感染予防は人々が思っているほどにはないが、ちょっと守られている気分がするというふうなニュアンスのことをファウチは言っています。要は、科学的ではなく気分の問題だということです。嘘ということです。いつまで有害無益な奴隷マスクをして、自分の口を封じるのでしょうか。 恐ろしいことです。マスクをしている方々は思いやりがあるのではなく、彼らは資料が浅く、全体主義、ファシズムに迎合しているだけなのです。デイビッド・アイクの演説動画を私がツイートした、えー、内容を読み上げます。3万5千人がトラファルガー広場に集結。 デイビッド・アイクの演説に歓喜した2020年恐ろしい病原体はないがファシズムという病が蔓延したために我々はここに集結したのであるファシズムが幻想のパンデミックを正当化した何十年も前から計画されていたために、えー、予期できた 立ち上がらなければ完全に従属させられるだろうということですね。ロックステップシナリオやイベント201、そしてジョン・ホップキンス大学のスパーズパンデミック2025から2028で綿密に計画が立てられていたことは以前も紹介しました。スパーズパンデミックの動画のも親動画に置きます。これはコロナ茶番計画であり、超富裕層のための投資計画でもあることを篠ノさんの動画では紹介されていました。スパーズパンデミックの2025から2028の数字からマイナス 都合すればしっかりと2000年から2003年の3年計画が、えー、立てられていたという計画の名前にもそれが入っているということが公開されていますその通りに事態が進捗したということがわかるのですデイビッドアイクの演説で、えー、彼はいろいろな人がこの茶番を何十年も前から見破っていたことを言いましたがコロナ茶番も大いなる人類支配計画の一つでしかないというふうに思われるような壮大な、えー、人類 完全支配計画は何十年どころか何百年も前から何千年も前から脈々と計画実行されていたという見方もあり、私もそれは正しいのではないかと思います。爬虫類人類かどうかはあまり問題ではなく、友道秀ト博士が、えー、超国家権力の正体で紹介していたように、まるで悪魔と契約したかのような悪魔のような人類を排絶するような行為が国際カルトが行っているという行為であるという見方も成り立つわけです。彼らはこの本によると、 限られた、えー、人々の中で結婚を繰り返し、えー、血縁を深め、特定の思想を持ってつながり、地も思想も深く濁らせているのだと私は、えー、読,み読みました。だからこそ邪悪な彼らの意思によって日本だけではなく世界中で生物兵器ワクチンが利用されたのです。2020年の8月3.5万人がトラファルガー広場に集結したように私たちは 次なる動きが仕掛けられたときには主体的国民がこぞって参集し、主権者の意思を示す意思があると私は思います。 次なる動きとは大きな制限が行使されるときにみんなで大勢で集まることを意味しますが、その目はすでに今国会の総務省による地方自治法改正に現れています。また並行して仕掛けられているパンデミック条約 IHR 改正や、えー、憲法改正などもはでにこの目が進行中なわけであります。えー、ここでロバート・ケニジー・ジュニア氏の I will leave you with three souls という動画で言われていた内容を紹介します。三つのお考えということで、一つ目、政府が人々から奪った力 政府ら力を、はする。これが今日本でもアメリカでも行われていることではないでしょうか。三つ目全体主義から抜け出すためには従ってはならない。我々にできるのは唯一のことは抵抗することであるということですね。私のチャンネルで2023年6月29日に清高さんと対談した時の内容を私は思い出していました。イーロン・マスクは人にチップを埋め,埋め込むと言っていまた。 います次の段階ではマトリックスで描かれたように機械で人がつながれてプカプカとこの容器の中に浮いているような状態がありますとさらに進めば売国日本政府の言っているようなムーンショット計画に行き着くわけです人が人でなくなる世界を、えー、ワールドエコノミックフォーラムや日本政府は作ろうとしているのですそういう計画が明らかに、えー、公開されているというわけですしかし人を機械につないで つなぐことでコントロールしなくても、すでに人の思考と行動はメディアでいとも簡単にコントロールされていると思います。だからこそ8割の人が言われるままに生物兵器ワクチンを打ち、マスクをしているわけです。未だに7回目を打ち、えー マスクをしている人が日本では大,大勢いるわけです。自分の頭で考えることもなく言われたままに奴隷として生きるのか、それとも奴隷から出して抵抗の意を示し、主権者としての人生を生きていくのか、私たちの意思と行動が問われていると思います。3月19日14時から、趣旨法違見訴訟、東京地裁、えー、裁判の集会に参加したいと思っています。3月28日10時半から、日米合同委員会廃絶デモ、これはニューサムのホテル前です。4月5日10時から、 本部前4月6日新宿東口日本列島100万人デモに私は参加する予定でございます是非、えー、時間の都合のつく方はこれらの、えー、集いに集まっていただければと思います今日もありがとうございました